豊田達之は、日本のゲーム音楽作曲家。株式会社、オストロム代表取締役、新潟県出身。大阪芸術大学を卒業後、魔法株式会社にて、サウンドクリエイターとして勤務。富士商事、セガサミー、豊丸産業等が開発する、パチンコの BGM や効果音、G モードコナミデジタルエンターテインメント等の、 携帯アプリの BGM や効果音を手掛ける。その後、ベックにサウンドデザイナーとして勤務。主に、バンダイナムコエンターテインメントのタイトルを手掛ける。2011年3月に独立。ゲームのほか業務映像や短編映画の音楽やアレンジ、音響効果を手掛けるようになる。ギタリストで、作編曲家の矢作秀明に支持ポピュラーミュージックとオーケストレーション。 仕事の哲学を学ぶ。ハリウッドテイストの重厚なオーケストラや、激しいデジロックを得意とする。また、ジャズやブルース等ポップスの理論を、オーケストラやヘビロックに応用する独自のスタイルを取る。2015年1月、株式会社オストロムを設立。独立時に引き続き、ゲーム音楽、映画音楽、業務映像用音楽。 ライブコンサートの開催や効果音やアレンジ曲等の制作を精力的に行っている。ありがとうございます。